はい、えー。今日はですね、終、えー、末論と言いましたね、あの、末世、末法ということですね。古い時代が終わって、新しい時代がやってくるという、そういう,う、えー、考え方ですね、えー。それは個人も言えるし、またあ、国家も社会もですね、そういう古い 時代が過ぎて、新しい時代がやってくると。それは個人においては、例えばですね、あの、哲学者のカール・ヤスパースっていう人が、ドイツのですね、えー、おりましたけど、彼はですね、あの、実存主義の非常に重要な哲学者だったん,なんですね。で、彼は、あドイツでですね、 あの、まあ、奥さんはしかし、ユダヤ人なんですよね。だからその時はヒトラーの時代で、えー、奥さんは捕まって強制収容所に入れられて、ひどい目に遭うということで、彼はですね、奥さんを守ると。しかし、もうどうしようもない、えー、ことで,ですね、もう、えー、壁のようなものが、あ、できているわけですね。 だからそれは、何ていうか、もう限界状況っていうんですね。それ限界の用語で言うと限界状況に至ったと。しかしですね、それを乗り越えるようなことが起こる。それはアメリカが来て、アメリカ軍が来て解放されたわけですね。だから、その限界状況というのは、この、えー もう、なんて言いますか、あ絶望の、に直面したときにですね、そのときに初めて、えー、本当の自分となり、そのときにですね、超越者という、まあ、神が現れるという、そういう考え方なんですね。その他にもですね、例えば、クリスチャンサイエンスモル、サイエンスマンか言います、ケミカライゼーションという考え方もあるんですね。これは、 あ物事がですね、えー、もう絶望的な状況に病気とかそういうふうな状態があってもですね、それが、えー、新しく変わっていくという、そういう、だから最後の希望の時はですね、暗くなる。夜明けの前は一番暗くなる時があるんですね。じゃあそのことをですね、えー、今回はちょっと あのえー、これはあ家庭連号の文、ね、先生の終末論の考え方ですけど、ですね素晴らしいものであるので、ちょっと紹介していきたいと思うんですね。まあ、現在は、このおもう家もう世界はですね家庭が破,た破綻するような状況が続いてますよね、家庭破綻。これは えー、もう、例えば、芸能界見てもですね、ジャニーズ事件とか、もう芸能界が大変なもう、あまあ、状態、陰乱の状態とかですね。そしてまた、離婚がもう随分日本だけじゃなくて世界中にあると。また、もう近親相関っていうのがあるんですね。それは、あの、おじいさんが、 自分の娘と関係を持つというようなですね。そしてもう誰も国も信じられない。世界も信じられない。まあ社会も信じられない。もう兄弟姉妹も。だから自分も信じられないというふうなことになって自殺というものが多くなるわけですね。しかしこれはですね、先ほど言いましたように、えー、なんてか湖の水が こう、なん、組み出されていくときにですね、これは最初はまあ、何ていうか、あの、普通の水が出てきますよね。しかし、この、泥水が、この湖水の下にはあるわけですね。だから、この歴史を見てもですね、この、我々人類の最初の、何なんていうか、あの、先祖が犯した、そういう恐ろしい、 ことが歴史の,の最初にあるわけですね。それが種ですね。その種がずっと成長して今の時代。これが終末という題ですね。だから昔悪いものが一挙に出てくる時代。これを終末というんです。だから今は終末の時代なんですね。だから 世の中が滅んでいくということで、みんなが失望、絶望になるのじゃなくて、この恐ろしいような時代ですね、信じられないような、あそういう事件、えー、そういうものがあ通り過ぎていく。その悪の世界が衰退していくにつれてですね、この清い水が現れる。清いですね。 これはもう、なんていうか、山の湧水。まあ、そういう強い水がここに入ってくるんですね。そして、この腐敗した状況の中にですね、時にさなぎのようにしてあるのがですね、これが宗教なんです。特に、<laughs> 世界宗教ですね。世界宗教。これはもう、キリスト教でも何でも、 そういうさなのような状態でずっと、えー、その、うん、なんていうか、泥だらけの世の中から宗教がさなとして現れる。世界宗教はみんなそうでしたね。そして、その次に今まであった、そういう離婚とか自殺とか、もう破綻状態、家庭の破綻状態があったということは、 正反対の家庭の時代がやってくると。家庭中心の時代がやってくるんですね。例えば宗教においても、今までは、まあ、カトリックなんかみんな独身でしたね。また、仏教においても、あーそういう、なんていうか、あの、ビクソーと言いましたね。もう結婚しない。そういう、しかし、今、 180度違って仏教の人も再退すると。まあ、親鸞もそうですね。で、パウロ的な独身の状態から、みんなカトリックも、あそういうふうな、ああ、祭祀、そういうふうな家庭の状態に、が持つようになっていってますね。だから、この週末という、今は、週末の状態、状態だけども、これが、 えー、入,り替わる入り替わる時代ですね。そういうふうなあ時代が、えー、やってくるんですね。だから、あのー、やってくるとそでで、ねえー。それでですね、次にこの世界的に有名なですね歴史家のトインビーという人がおりますよね。トインビー 彼が歴史の研究とか、そういう大きなボリュームのですね、歴史の研究をした、その内容の中にですね、世界宗教、世界教会がどういうふうにして現れてきたかということを説明してるんですね。そのことをちょっとですね、えー、説明してみたいと思うんですね。あの、それはですね、 あの、うん。それはですね、この、えー、この、現在、さっき言った週末ですね。この週末の時代というのはですね、これは、あ危険な、これ空白の状態ですね。この状態は、腐敗と動乱の時代なんですよね。 これがずっと歴史を通して、一つの文明、古い文明がですね、例えば古い、年といた蝶々ですね、それが腐敗していくと、えー、いくい、いくんですよね。そして、だんだん腐敗していって、もうその、混乱状態の世界、国が、えー、状態になると。 しかしその中にですね、一つのサナギのような世界宗教、世界教会というのが、その中に渦巻いたようにしてあると。そして、そこからですね、あの、次の文明にサナギがですね、浮かして、そして世界国家、世界文明ができていくと。蝶、また新しい蝶が、 ああ、やってくるわけですね。えー、出てくると。だから、この衰退していく文明はですね、この新しい教会とか宗教、新しい世界国家に向かう蝶に対して、この、おなんていうか、嫉妬して、そして攻撃すると。迫害ですね。宗教迫害。えー、宗教弾圧が始まる。しかし、最終的には、この古い文明は、 えー、なんていうかあの滅びていくそして新しいですね、えー、世界がやってくると。このことをですね、えー 詳ししく具体的に説明,説明しますその、えー、古い文明というのはですね、例えばこのヘレニック文明ですね、これは西洋のですね、ローマ、ギリシャ・ローマの文明、それはまあ古代の長として、長長として栄えたわけですね。しかしそれが衰退していくと、滅びていくと。そそしてうういう滅びる 腐敗と動乱の時代をやってきた中に、さなぎとして、えー、生まれてきたのはキリスト教ですね。さなぎ。キリスト教。で、キリスト教がですね、浮かしていくと。浮かして、そして、えー、西洋の文明、そして、えー、ギリシャ政教、キリスト教の文明というふうにして、新しい、えー、地方として生まれ変わってきたわけですね。そしてまた、 あの、品文明、中国文明を見てみても、以前は古い蝶々として、えー、飛び回っていた中華思想的な品文明ですね。これは衰退していき、その中に砂木として、不敗とドローランの時代の中にですね、砂として、大乗仏教とか、あまあ、道教、儒教なんかが現れてですね、それが砂木となって、 そして極東文明を作っていく、浮かしていく。その、あ新しい蝶がですね、サナギが浮かして蝶々となって今の極東文明というのがあ現れてきたわけですね。またインド文明を見てもあ古いそういうインドの文明がありましたね。モハンジョダロから始まっていろいろ文明があって、その蝶、古い蝶があ衰退して、 混乱と腐敗の時代が来て、その中にですね、ヒンズー教がサナギとして現れて、そしてずっと浮かし成長してヒンズー文明を作る。そして蝶となっているわけですね。また、シリアも古い中東における長として栄えていたけど、それが腐敗して、そして腐敗と同乱の時代が来て、その腐敗のな泥沼の中にサナギが 現れてですね。そして、イスラム教。それはサナギですね。イスラム教を中心として、それが浮かして、蝶となっていく。それがイラン、アラブの文明ですね。そういうふうにして、えもちろん、だから、新しい文明が来るときには、もちろん、衰退していく文明は嫉妬し、攻撃し、破壊しますね。これは当然、そういうことが、 やってくるわけです。例えば、えぇ、ー、国にしてもですね、この西洋においては、えーえー、このギリシャから始まり、そしてローマ、えー、フランク王国、スペイン、ポルトガール、フランス、オランダと、イギリス、アメリカ、まあそういうにして、しかしこういう中においても、キリスト教というものは絶対に滅びずですね、えー、交流してきたと。また、 えー、中国文明にしてもですね、これは、まあ、いろいろ、陰とか夏って、かってありましたね。そして、えー、新秋戦国時代が来て、新全館、新前漢新,新しい、五漢三国、清新、東新、南北朝、隋、東、五代、北宋、南宋、元民、新、中華、民国。まあ、まあ、本当に多種多様な国家が起こり、また滅びていったと。交代していったと。しかし、 儒教と仏教、特に仏教ですね。それから道教は厳然として残っていると。厳然として残って極道文明を栄えている、させると。インドの場合もですね、これはあ古いインド文明の、えー、マウリアとか、そしてアンドラ・クシャ、グプタ、バル,ナバル,ナバルダーナ、サーマン・カズニ、で、ムガール帝国。 そしてインドの、インドに至るまでですね、もう国家は滅び、えー、変遷き極ばりなく繰り返してきたんだけど、ヒンズー教だけはですね、ずっとそのまま残っていると。また中東にしてもですね、これは、ああ、シリアの古い文明がですね、衰退して、そこにですね、あのー、サルセン帝国から始まり、えー、東西カリフ、 セルジクトルコ、オスマントルコなど、まあ、いろんな国々が変遷してきたけれども、さなぎとしてですね、成長さえ知らんというか、また、破害した政権は滅び、滅びて、それで宗教をお育成し、保護した政権、国はですね、これはあ交流し、栄えて、そしてより大きな主権、そしてそういうふうな、 宗教崇拝国へとですね、移されていったという、そういう宗教の激戦があるわけですね。だから、宗教を迫害している、その今の共産主義世界が破滅していくということはもう、この宗教史から見てですね、絶対的に言えるわけですね。